テレビで見たけど、コロナでなんか失業者がすごい増えたみたいな、仕事見つからんみたいな、なんか最近すごい増えてるらしいけどな。そういう人ね、漁師ええぞ、漁師なんかだってあんないくらでも募集してるやろ、常にあんな人手不足やから。俺もね、10代の頃漁師やってたけど、あれはええぞ。まずあの社食神やん。俺なんか巻き網漁みたいになってて、巻き網漁みたいな、なんか網引いてその中に入ってる魚とかを仕分けしていくみたいな、基本的にそういう作業やってんけど、ほんでなんかあの船長がこれ売り物ならんわとか言って、めっちゃでっかいイカブーはさばいて、それ米の上乗っけて醤油ブーはかけて食うねん。それ朝飯やねんけど、くそんまい。それ朝飯やからな。昼飯もなんかまたこれ売り物ならんわとかって、なんか変なタコみたいな、足ブーは切って米の上乗っけて醤油かけて食うねん。それもまためちゃめちゃうまい。ほんで夜に陸帰ってくんねん。ほんならあのこれ売り物ならんわって船長がでっかい、またそうイカ、コウイカいうやつやねんけど、それ売り物ならんらしいねん。ほんでそれなんかあげるわとかって3個ぐらい、3匹ぐらいクーラーバッグ入れてくれて、めっちゃでかいイワシと中途半端なサイズのタイあげるわと思って、まあいいかいやからな。なんか食費もいらんしな、めちゃくちゃええぞ。ほぼ食費ゼロやったな、あの時俺漁師やってた時は。しかも週休3日制やからな、3日休みやねん1週間で、まあ、めちゃくちゃしんどいけどな。